今日紹介するモッドはこちら。なんだ急に目の前がぼやけてきたぞ。そりゃもう年ですから。ボーンして1分で体に型が出てきてんの？ということで今回は体に型が出るモッドを紹介します。需要どこ？まずは視界が悪くなるデバフが無条件でかかります。近眼とか乱視とかそういう部類だな。この状態でマイクラするのはきついですが、目が悪くなった時の便利なアイテムが現世にはありますよね。それがこちら、メガネです。これを装着すると、視力が元通り、いつものマイクラをプレイすることができます。メガネの度の調整とかいつしたんだろうか。そんなこと気にしてたら励ますよ。励んわい。次のデバフがこちら。高いところからの落下による膝の痛みです。またリアルなデバフだな。このデバフ中は強制しゃがみ状態になり移動速度も低下します。次のデバフがこちら。ああぐるぐるぐる、ということで時計を取った時に起こるめまいです。これはこのモッドが時間経過による恐怖を再現するために作成されているせいで出てくるデバフですね。ある意味一番の恐怖だよ。みんなもこのモッドを入れて楽しい恐怖ライフを。一応矛盾してますよ。